ぬんぬらぬん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 。あら、おかえりなさい、ケータキュン。ビス？ちょっと静かにしてね。これからミスターエポックマンの漫画読むから。あら、ミスターエポックマン？ケータキュン、本当に大好きでビスね。あったりましょう！しかも今までのミスターエポックマンとは全然違うんだから！東京を舞台に大活躍する、題してエポックマン in 東京なんだ。だから邪魔しないでよね。いいぜ。行き過ぎちゃったかな。あれ、え、ないないない、なんでミスターエポックマンが、ない。むむ、これは何や。本日はミスターエポックマン in 東京お休みみたいでうぃすね。そんな今月は宿敵オーガ魔人と一騎打ちする話だったのに。まあ、漫画がお休みするなんてよくあることでうぃすよ。いやない。この漫画を描いている一本木先生は今まで連載を休んだことなんてないんだ。これは絶対妖怪の仕業だよ。あーた、また何でもかんでも妖怪のせいにして。んなことあるわけ。俺、一本木先生のとこ行ってくる。は？どうして先生のお家知ってるんですね、あんた。今大事なのはそこじゃない。え、あ、一本木先生だ。あー、迷うな、迷っちゃうな。どういうお話にすればいいんだ。迷うな、迷うな、迷っちゃうな。こっちに来らにゃん。隠れるデビス。ドアがいっと開いて、で、迷うな、あ、迷う。お話をどうするか迷ってるにゃん。あの一本木先生が迷うなんて、これ絶対に妖怪の仕業。はい、言うと思ってました。